ボクサーブリーフボクサーブリーフボクサーブリーフは男性用下着の一種。トランクスの形でブリーフと同じ伸縮性のあるフィット素材で作られ、日本ではボクサーブリーフ、ボクサー、ボクサーパンツ、ニットトランクスなどメーカーによって故障は異なる。ただし、英語圏ではボックスヤーズといった場合、日本で呼ばれるトランクスを指し、逆に トランクスがフィット素材のボクサーブリーフを指している。米英をはじめとして、カナダ、オーストラリアの製造業者の間では、バクサーブリーフスの一語で綴る用語で統一している。1992年にカルバンクラインが普及ブランドとして立ち上げた CK カルビンクラインにおいて、1910年代に流行った下着。 ユニオンスーツを現代風にアレンジしたデザインで発表し、その巧みな広告宣伝と普及価格で提供したことから世界的な人気商品となった。デザインはサルマタを現代風にアレンジしたリバイバル下着に過ぎないものだが、ブリーフとトランクスの機能を接置したものであることと、当時よりも繊維の材質や裁断、縫製技術が格段に進歩していることで、過去を知らない世代には抵抗なく、 新規の下着と認識されたことから現在では男性用下着において高いシェアを占めるようになった。1980年代中頃より人気化したトランクスも時間の経過とともに各世代に普及したことからファッションに敏感な青年層が他の世代との差別化を求め出したことでトランクスからボクサーブリーフに移行を始めた。主流になったのは2000年頃からで後に また上の浅いローライズボクサーブリーフも登場し、ローライズのジーンズと共に着用されるようになった。ボクサーブリーフ登場後、トランクスの人気度は一気に下がり、今ではボクサーブリーフが普及している。下着製造メーカーにとってもトランクスよりも高い、付加価値があり、利益率も高いことから、男性下着の主力商品となった。 ボクサーブリーフに似た竹長下着が半ズボン衰退の一因にもなった。これはボクサーブリーフなどの竹長下着だと半ズボンからはみ出してしまうからである。ラインナップは基本的に MLL が多い。S サイズを展開しているメーカーもある。など多数、ファイナリー、エイジオブボクサーブリーフス4フウィメン、オーツの街の小2回。 姿を消した、半ズボン少年2011年5月31日小児科、いぶき病院。ありがとうございます。